一例ウォーターサーバーとは交換式のタンクから冷水や熱水を供給する機器。水の容器をガロンボトルという。なお、故障自体は和製英語であり、英語圏ではウォーターディスペンサーと呼ばれる。ウォーターサーバーは飲用水の供給販売で用いられる。ウォーターサーバーで提供している水は天然水と漏水の2種類がある。水道水では 独特なカルキ臭がする場合もあり、料理や直接引用に用いたがらない人もある。漏水では、そういったものを逆浸透膜で除去することでそのまま引用もできる。また、最近では水の味を重視し、天然水等を利用しているメーカーも多くなってきている。サーバーにはコンセントが接続されており、電気を通すことが多い。 電気を通すことで水を熱したり冷やしたりできるので、あらかじめ冷水だけではなく、熱水を用意することもできる。スーパーマーケットなどの店頭に設置される、ウォーターサーバーもあり、ボトルを買い求めるなどの手続きで無制限で利用できる、場合が多い。ウォーターサーバーは、アメリカ発祥のもので、オフィスや一般家庭でも広く普及している。アメリカでは、ウォーターサーバー本体は購入する方式が、 一般的であるが、本体の購入代金を無料にしている業者も増えつつ、ある。日本では、ウォーターサーバー本体を買い取るシステムを採用している。業者は少なく、ウォーターサーバーの本体はレンタルが主流で、しかも、本体のレンタル料金は徴収しない業者も増えている。また、日本国内でのウォーターサーバー普及率は4.3%で、 数字にすると少ないが世帯数に置き換えると200万世帯を超える。蒸気のように便利である一方、それゆえに幼児が熱水で火傷する事故も消費者上で報告されている。ありがとうございます。